はい、時に、えー、皆さんどうもこんばんは、いくもシューズチャンネルです、えー。本日もよろしくお願いいたします。で、えーと、今日はですね、えー、2023年の3月26日、日曜日ということで、今日、ね、2023年大相撲初優が、えー、幕を下ろしました。えー 強戦、ね、集約を迎えましたので幕の内と十両と、ねえー、の結果を踏まえてお伝えしたいと思いますまず幕の内の、ねえー、今日の結果からご紹介しましょうえー、幕の内の結果ですえー、青く青い字の力士が勝った力士です剣将が寄り切りで勝って勝ち越し 金峰山があすくい投げで勝って11勝4敗東龍、下手投げ錦、えー、富士が寄り切りで勝って10勝目武将山が押し倒し、えー、平戸海が寄り切りで勝って王鵬負け越し水戸龍が引き落としで勝って勝ち越し浦が寄り切りで勝って9勝目北青鵬、寄り切りで9勝目、えー、宝富士 えー、北東富士と宝富士は7勝7敗同士の対戦で突き落としで宝富士が勝ちました8勝7敗勝ち越し、えー、北東富士は7勝8敗で負け越しです錦木が寄り切り錦木が上手投げです、えー、竜電が寄り切り阿炎押し倒し正代が決め出しです翠富士は10連勝など5連敗です明生が押し出し 翔猿が上手投げ若元春はうっちゃりです。物言いがつきましたが軍配通り、えー、若元春の勝ちです高安が上手投げそして10番勝ちましたそして千秋楽娘の一番は霧馬山と大栄翔霧馬山が本割、えー、突き落としで勝って12勝3敗で並びました両者並んで優勝決定戦 優勝決定戦はあ霧馬山があ突き落としで勝って、えーね、念願の初優勝ということになりました優勝力士はあ、ね、霧馬山三賞はあ該当しえー、と殊勲賞は該当者なし関東賞は金峰山技能賞は霧馬山大栄翔ですそして球場力士ですが球場力士は後,後で紹介しましょう 続いて十両の結果塚原が幕下の力士ですが奥板押し3勝5敗千代の海この、こちらも幕下力士です、えー、4勝3敗勝ち越し決まりで上手投げ貴健斗が押し出して勝って9 10勝目2桁10番大山見が上手出し投げ豪ノ山が押し,押し出して勝って11勝4敗 炎鵬が押し出しで勝って9勝目老雅は寄り切で勝って勝ち越し大勝馬が下手,げで勝下手投げで勝って勝ち越し千代丸が押し出し、えー、湘南乃海が小手投げで勝って9番一ノ、えー、城が上手投げで勝って14勝1敗この時点で一ノ、えー、城が津島田に勝ったことで一ノ、えー、城の十両優勝確定です。 その後、心が寄り切りで勝って5勝10敗千代の国が突き出して勝って3勝目熱海富士,海富士、えー、東白龍は7勝7敗同士熱海富士が勝って8勝7敗勝ち越し東白龍がなな何やら下半身を痛めた模様ですそして十両、えー、最後の一番は朝の山が上手だけで落ち合いを下して、えー、13勝2敗 ね、優勝力士は港部屋の一ノ城になりました、はい、幕内力士で休場力士ですが、えー、照ノ富士は、ね、両変形性質関節症と糖尿病の影響で初日から休んでいますね、えー、それから貴景勝が左膝の半月板を痛めて7日目から休場大野、えー、咲は、えー 両膝内側半月板損傷と、うん、右の鎮急性高十字人体帯損傷古傷、ね、キツのけがが悪化しての休業です若隆げは13日目の取り組みで、えー、右の前十字人体帯損傷そして右外側半月板の損傷それから骨座して右外側側腹人体帯損傷という大怪我を負ってしまいました えー、全治3か月という診断が下されましたということですね。という、えー、ね、幕の下ろし方ですけども、えー、っとじ、ね、幕内最高優勝はなんと霧馬山ということになりましたね。霧馬山が、ああ、ね、本割で大栄翔を下して、12勝3敗で並,並んで、 ねえー、そして、えーっとうん、霧馬山優勝決定戦は霧馬山が突き落として大栄翔を下して、ね、初優勝ということでちなみに私はですねちなみになんですが私あのー、ね、あのー、優勝予想を、ねえー、前からしておりましてちょ YouTube にはちょっと上げてなくてちょっと申し訳なかったんですが えとうん、実は私ね、ねずっと霧馬山の、ねえー、12勝3敗ででいって、ま、優勝大,えもう大逆転優勝を予想しましたが見事当たりました <laughs> 嬉しかったですねもう霧馬山の優勝を、ね、聞いた時はもう本当に嬉しかったですよ、はい、そして、祝、え、賀、ー 3勝、ね、ですけども、主君勲主賞が該当者がいませんでして、えー、関東賞が金峰山、ねえー、木瀬部屋、えー、カザフスタン出身の金峰山、ねそしね、金峰山が初優勝ですね、技能賞は霧馬山、優勝を決めた霧馬山が、えー、道の組屋の霧馬山、それから大手風部屋の大栄翔。 とということで決まりまりした、えー、と私予想したのはですね技能賞、北政法があるかなと思いましたねえー、と何日目だったかなあの琴恵光戦のねはりま投げありましたけどもあのはりま投げはね見事ですしたし今場所新入幕で9番勝ちましたのでこれぞ技能賞だろうと思ったんですがな,なかったですね えーとそれから、えーね、それからもう一人の力士、前半優勝争ってた緑富士が、この中に名前がありませんでした。ね、そらく何か条件付きがあったのかもしれませんが、あったのかわかりませんが、あの金峰山の名前あそれ、えーと、緑富士の名前がありませんでした。 それから、えーと若元春、若元春が11番勝ちましたのでこれも3勝あるかなと思いましたし、えー、高安や豊昇龍もあ,りがとあ,るあるかと思いましたがやはり今の、ねえー、とー審判部の親方衆は本当に厳しいので厳しい状況ですので。 あのー、残念ながらね、三種はくれないんですよね。なので、えー、本当にあれだったのですけども、私、そのね北西鵬とかね、えーと、あとは、ええー、とと誰だ、えー誰ねえー、と錦富士とか、あとは、うん、ね、あのー、まあ、 千代翔馬とかね。まあ、あの、こういった力士たちには、本当に、えー、頑張ったでしょうということで、<laughs> あの私からさね、あの差し上げようかなと思います。まあ、でも賞金はございませんが、頑張ったでしょうというね、えーと、賞というのをね、あの、えー、送らせてもらおうかなと思っております。それから、えっ、ー、と、負け越しはしましたが、あの、ね、東龍とかね、 東龍とかにもね、頑張ったで賞を上げたいと思います。だから十両力士、ね、で十両力士ですけども、えー、は、えっ、ー、と、貴健斗が10番、大野山が11番勝ちしね、狼雅が8勝7敗で勝ち越し、友風もね、あの、大けがから乗り越えて、えー してきた友風8勝7敗で勝ち越しました、うん、今日負けましたけどもね8勝7敗で終わりましたのであの友風も良かったと思いますし、ね、途中で、えー、左の太もも,太もものあたりを怪我してしまった玉正鳳も8番勝ちましたねこれは見事です、ね、はい素晴らしいと思いますが私がっ、ね、てちょっと 取り組み用のね、あのー、組み方なんですが、なぜ逸ノ城が、逸、まあ、ノ城優勝したのはよかったんですが、えっ、ー、とー、対戦相手が對馬灘ということで、相手は4勝10敗の力士でした。はい、10敗もしてる力士をと対戦,をし対戦をさせてしまってまして、えー、これはどうなのかなと思いましたら、多分対戦してというか、 いなかったんでしょうかね。あの、たかとでもよかったですし、うん、美らの海でもよかったんでしょうが、うーん、ねえあ、もうちょっと、どうかなという、ちょっとクレーマーで、クレーム言って申し訳ないんですが、そういう、うん、私の意見です。はい。ということで、えっと、うん。 ただ、ね、えー、とマ幕内力士で若隆景がね、あのーうん、7勝した相撲で、えー、大けがを負ってしまいましたのでそこがちょっと心配な、あのね、まさかという状況でした。十三日目ね、琴ノ若との対戦でしたがね、その相撲で、えー、とどうやら、えー、との前十時、そして、外足半月板それからこね。 人体損傷という4箇所も痛めてしまいまして、もうだいぶちょっとこれ重傷という感じで、本人歩いてましたけどもね、うん、だいぶ痛みが走ったのかもしれません。ということで、えー、っと今日はあーのーこれで、えー、終わりにしたいと思います。ねえー、っと今場所もね、えー、っと皆さん大相撲を楽しめたでしょうか。重、え、量、ー ね、十両は逸ノ城、幕の内は霧馬山ということで、モンゴル出身の2人が、ね、優勝を決めました。はいえー、とーまた次回、ねえー、とーはあのー、今場所を振り返ってみようと僕は思います。ということで、えー、と今日は、えー、これで終わりにしたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございます。失礼します。